西尾城は三河国発軍西尾にあった日本の城。別名は鶴城、鶴賀城、西木球場など。また、西城城が旧所とされるが、その解明時期については諸説がある。三河国守護に任じられた足利義氏が築城した西城城が始まりと伝わる。創建当時、中世紀の規模については不明である。年に、 堺重忠によって、東の丸と帯狂和の拡張と、堀や、石類の造成、ヤグラ門、ヤグラ類、天守などが増築された。1590年、田中義政によって、三の丸の拡張や、大手黒門、新門の老門二棟、ヤグラ門二棟が建てられている。この時東の丸にあった大手門は、太古門と解消されている。 六百五十七年当時の城郭構造は、はしご角式の平山城で、西南部から、本丸、二の丸、姫の丸、北の丸、東の丸、三の丸、それを取り囲む総構えが構えられていた。本丸には三重櫓と三棟の二重櫓、二の丸には一棟の二重櫓、南東隅に複合式防老型三重の天守が建てられ、北の丸、東の丸、 三の丸にそれぞれ二棟の二重屋倉が建てられていた。天守はもともと本丸の北東隅に建てられていたと考えられており、1585年の改築の時か昇宝2年頃までにで天守を本丸から移したと言われている。正地下による初代天守については、1585年に二の丸天守が建てられた後も、 本丸住み櫓として残されていたとしている。本丸二の丸跡の一部は西尾市歴史公園として整備されている。1975年10月、元西尾市長の杉浦木之助が死去すると、その意思により西尾市は多額の寄付を受け、1977年8月に姫の丸跡に西尾市資料館を建てた。東の丸跡は、 西尾市立西尾小学校の敷地に利用され、それ以下は住宅地や市街地となっている。1996年に、本丸牛虎矢倉、二の丸中石門、本丸と二の丸の土塁や堀などを復元し、歴史公園として整備されている。2020年6月26日、二の丸牛虎矢倉と土塀の復元工事が完成した。この土塀は二箇所の平鎖座折れがある全国的に、 珍しいものである。さらに、天守の再建が計画されて、すでに天守台は完成している。名鉄西尾線西尾駅下車徒歩十5分。西尾城の別庄には、西条城,城がある。これは、上級3年に、足利義氏が、三河市後に任命されて、初軍吉良省西条に、西条城,城を築き、その後、永禄四年に、 徳川家康の家臣の堺正鹿が西条を西尾に改名したという言い伝えによるものである。しかし、徳川氏が奪取する以前から西尾の城と呼ばれていた可能性もある。三河物語では西尾城と東正城が並べて記載されており、東正宮ごみき巻にには西尾の城と記されている。他に家忠日記には吉吉行城との記述が見える。 また、三河物語に、またある時は、西尾の城を得、またある時は、東幸の城を、徳とある。改正三河と風土記には、最長は、両名、西尾は、上名のように記述されている。徳川家康主院城に、天正9年10月28日、最上の内西尾、という記述があり、西尾が、キラスオ最上の一致名に過ぎないことがわかる。 三河国二王将元文五年には、西尾城号最上、三河包、天明末から完成二年頃には、西尾城界西への最上、西尾城所書曰く西への最上にて、と記載されている。三河古城記安永九年には、最上西尾境が学助。と記載され、江戸時代中期以降の知史に、現在の西尾城は、昔の最上城なりという主張が見える。 長田大典、逆説の西尾氏、西尾城の変遷からによると、西尾城総研は、一般的に、鎌倉時代前期の武士、足利義氏が上級の乱の武功で、三河守に任じられ、この地に築城したとされる。由来は、鶴城記、三州発軍西尾城主由来記などによる。このほか、加山の院忠国が、平山のふもとにあった球場を取り起こして築いたとする。 説や源ののりよりがこの地に居城を築き、後に足利義氏が在城したとする説もある。だが、いずれの文献も、後世の記述であり、信憑性に格とされる。また、初期の西尾城の解明を阻んでいるのは、資料の不足に他ならない。ミッシングリング、失われた鎖の感があまりに多いと指摘している。ありがとうございます。